高田博子は、日本の女優、声優、朗読家。東京都出身、女子美術大学卒業。夫は、音楽評論家で、東京音楽大学名誉教授の三好清志たち。長女は、中央線沿線文化に関する著書などの多い、エッセイストの三好里里子。1953年 NHK 東京、放送劇団に入り、舞台、放送で女優として活動。 1976年の連続テレビ小説、雲の絨毯に出演。また、NHK ラジオで主演した音楽刺激、オンディーヌで文部大臣賞、イタリア賞大賞受賞。舞台で古典から現代文学作品までの朗読を続け、1977年から毎年、高田博子の会を開催。樋口一葉を中心に、源氏物語や泉鏡花、森鴎外、 夏目漱石、堀達夫瀬戸内寂聴の作品などを舞台で朗読。舞台朗読という新しい分野を確立した功績に対し、1981年、1982年、1984年と続けて文化庁芸術祭優秀賞受賞。1985年に一応の十三夜、大坪森などで芸術戦昭文部大臣賞。 1995年、毎日芸術賞。1996年、詩事法賞。2002年、藤村記念歴定賞受賞。1991年より、国語審議会委員を3期務める。1991年4月13日、一枚の写真に出演。2003年秋朝日賞受賞受賞。 1999年により、源氏物語、奥の細道などによる古典を読む会の連続講演を開始。2001年から、源氏語り54条と題して、源氏物語の原文を、彩りの国際玉芸術劇場で読み始めた。2020年11月24日6時26分、雲幕下出血のため、死去。88歳没。ありがとうございます。